1日5回背伸びするだけでお腹がぺったんこになるってご存知でしたか？実は体って四方八方動くようにできてるのに、日常的には一方向にしか使ってないんです。要するに体をいろんな方向に伸ばすことによって姿勢がまた良くなるんです。中でも大切なのがお腹を使う、もも裏を伸ばす、この2つをすることで確実にお腹がベタバラになり、反り腰が解消されて、猫背やぽっこりお腹、下半身太りが早く解消されるんです。万歳した状態で立ち上がって、とにかく体を上に引き伸ばしていきましょう。引き伸ばしたら力を抜きます。さあ頑張っていきましょう。ぐーっと引き伸ばしたら力を抜きましょう。メリハリが大事です。ぐーっと伸ばしたら力を抜きます。とにかく遠くまで体を持ち上げてください。お腹をしっかり引っ込めて筋肉を伸ばしていきましょう。お腹を引っ込めながら伸ばしていくイメージです。背伸びはすごく大事です。手を下に伸ばしながら体は上に引っ張ります。この状態で手を振りましょう。できれば指をしっかり伸ばした方がいいです。肘伸ばして、しっかり手は下に引っ張って体は上に引っ張ります。お腹をしっかり引っ込めると腹筋も結構効いてくるんで、しっかり意識をして腕を振りましょう。お腹引っ込んできますよ。体の中心からひねってる感じです。顔も動かすと目が回る場合があるので、目が回る場合は正面だけ向いて腕を振りましょう。あと少しです。はい、次は手は万歳で足を上げます。体をぐーっと上に引っ張って途中で足を入れ替えます。背中をしっかり、ね、引っ張って、ぐーっと体を引き上げて、これ反り腰解消にすごくいいので頑張ってやってみて。バランスを取りながら体を上に引っ張りましょう。肩が痛い人は無理しないでね。お腹、背中しっかり伸ばしてください。体を引き伸ばすことで身長も伸びるし、お腹も引き伸ばされて引っ込んでくるよ。 OK、 次は片足前に出しましょう。つま先を上げます。このまま胸を張って前かがみになったら戻りましょう。後ろの足は少し曲げた方が行いやすいです。いきなり伸ばすと痛いからゆっくりでいいよ。とにかくふくらはぎ、ももの裏、お尻を伸ばしてます。体を起こすときはしっかり胸を張って起こしてください。ぐーっと伸ばしたら戻します。ももの裏をしっかり伸ばしましょう。ここが硬いと反り腰になります。頑張ったら変わるよ。しっかり伸ばすことでお腹がすっきりしてきますので、はい、OK、反対も一緒です。いきましょう。少し痛いかもしれないけど、お風呂上がりにやったり毎日続けるとあんまり痛くなくなって楽しくなってくるよ。前にかがんだ時にももの裏、膝の裏、あの辺が伸びてればバッチリできてます。つま先はしっかり上げてください。呼吸に合わせて動くと痛くないよ。日々硬くなってる筋肉なので、しっかり伸ばすとね、体のラインが良くなってきますんで。はい、OK、 次は寝て行います。まずは手足を楽にして万歳しましょう。しっかり体を引っ張りましょう。今は腰に隙間ができてもいいです。とにかく引っ張りましょう。しっかり背伸びしましょう。どんどん引っ張ります。お腹を引っ込めるとしっかり伸びるよ。ちょっと腰が硬い人は腰プルプルしてみてください。ちょっと緩みます。ぐーっと引っ張ります。かかとでね、少し遠くに歩いていくようなイメージ。今度は片足上げます。膝をできるだけ伸ばします。つま先上げます。このまま手を上に伸ばして体を少しグッと起こしましょう。背中が少し浮くだけでいいよ。この膝が伸びない人はぽっこりお腹の姿勢になってます。しっかり膝を、ね、伸ばして体を前に起こすことができれば、もも裏、お尻、腰、背中ストレッチすることができます。少し膝が曲がるくらいならいいよ。この一種目だけでお腹ってへこむので超大事な種目です。OK、 反対も一緒です。グッときたら戻ります。手を
遠くに伸ばすようなイメージです。つま先を起こすとめちゃくちゃ伸びるから、たまに足の甲を伸ばして和らげてもいいよ。たまにつま先を起こしてまた伸ばしてみてね。自分のペースでいいからね、頑張っていこう。足がだるかったら少し持ってもいいです。毎日やると3日目ぐらいから全然余裕になってくるから、それまでは頑張ってみて。今度は万歳した状態で膝とつま先ピッと起こして、このまま足をね90度からちょっと抱える。足を起こすというよりはお腹を引っ込めるイメージです。できれば膝しっかり伸ばして。前ももが疲れるかもしれないけど、これは太くなる心配ないから大丈夫です。いきなりできなくてもね、やるだけに意味がありますからね。しっかりね、できないことやっていったら体変わりますからね。できることするよりはできないことする方がいいです。もう後半戦だから頑張ろう。ほらしっかり伸ばしましょう。次は万歳したままで、つま先上げたまま足を入れ替えます。いきましょう。初日は膝が少し曲がってもいいよ。足を90度だけ動かします。マイペースでいいですよ。できればしっかりつま先を起こして。毎日やると全然余裕になるから、初めのうちはきついかもしれないけど大丈夫。身を見よう見まねでその調子でしっかり動かしてみて。楽しむことが一番。少しずつ進歩してるから大丈夫。頑張って。オッケー。最後におまけとして、1種目で体幹がしっかり鍛えられるメニューを紹介します。デッドバグです。これは万歳した状態から足を上げて腰浮かつけて体をちょっと起こします。これでキープです。辛かったら何度か降りてもいいです。息は止めないように吐き続けます。目安は3回から4回の呼吸でいきましょう。スタート。これでキープ。もし頭疲れる人持っててもいいですよ。足辛くなったらね、肩っぽ休めたりして自分のレベルでやってください。息が止まってしまうとお腹の奥に効かないので、息は止めないようにやってみて。頑張って。 OK。 今のをあと2回やったら終わり。これで完全にペタバラが作れます。行きましょう。頑張って。マジでお腹が引っ込む系、頑張ろう。できないことやることに意味がありますからね。辛くったりね、できなくってもね、自分のペースで頑張ってみてください。息しっかり吐いていこう。楽しんでいこう。その調子。長く吐いて。頑張っていこう。あと10秒。8 7 6 5 4 3 2 1。オッケー。うおー、腹が腹が。さあラスト、これで終わり。本当に終わりです。いきましょう。頑張って。スタート。ラストラスト、頑張っていこう。息しっかり吐いて。もうあと少しだよ。みんなよくここまで来れた。あとちょっとで終わる。頑張っていこう。息しっかり吐いて。途中で降りてもいいよ。明日も頑張っていこうね。お腹がどんどん引っ込んでいくよ。姿勢も良くなって、体重も減って、理想の体型にどんどん近づいてるよ。頑張っていこう。あと少し。2 1。うわ、いったー。きたー。